ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、とある新婚夫婦の悲劇について紹介するぜ。あれ、事件名とかは特にない感じ。そうだな、あえてタイトルをつけるとしたら、新婚夫婦落とし穴死亡事故、って感じかな。新婚夫婦と落とし穴。幸せな結婚生活の始まりに訪れたまさかの事故、みたいな比喩表現かな。いやいや、比喩ではなく、そのままの意味だ。新婚ほやほやの一組の夫婦が落とし穴に落とされて、そのまま亡くなってしまったという内容だぜ。ええ。誰がそんなひどいことを。これが悲劇というかなんというか。とにかく、まずは事故の経緯から順を追って説明していこうか。2011年8月27日のことだった。石川県河北市にあるとある海岸で、その事故は起きた。海岸ってことは、海水浴場とか。ああ、かつては海水浴場があったそうなんだが、現在は使われていない。ただ、過去にビーチがあった場所ということで、おそらくアクセスが容易で、シーズンにもかかわらず人気がそれほどなかったと思われる。なるほどね。そこに訪れたのは、4月に籍を入れたばかりの新婚夫婦だった。そしてこの日は、旦那さんの誕生日でな。おう、結婚してから初めての誕生日か。これはテンション上がっちゃうね。そうだな。なので、奥さんは旦那さんへのプレゼントに、ちょっとしたサプライズを考えたんだ。そのサプライズって？落とし穴を掘って、夫婦で一緒に落ちる、という企画だ。うん。しかも、この落とし穴というのが結構本格的なものでな。海岸の砂浜に深さ、幅ともに 2.5 メートル前後の大きな穴をスコップで掘るという、かなり大掛かりな落とし穴だ。そこにはマットを敷いてクッション代わりにすることで怪我防止、また穴をブルーシートで覆った上から砂で被せるというカモフラージュもバッチリだった。いやマジでめっちゃ本格的な落とし穴じゃん。でもそれって、サプライズではあるかもしれないけどさ、お誕生日のプレゼントになってる。誕生日に落とし穴に落とされて、嬉しいって思うかな？わからんぞ、旦那さんがサプライズ好きな人だったり、思い出作りということかもしれないだろ。二人にしかわからないノリというのもあるかもしれないし、それに外野がとやかく言うのは野暮だぜ。そっか。ちょっと軽率だったよ、ごめん。ともかく、8月末の炎天下、友人の手を借りた上で、6時間もの作業時間を経て完成した落とし穴だったが。まあ人が一人落ちるほどの穴って、結構な深さが必要だもんね。それでも、旦那さんの喜ぶ顔が見たいって一心で頑張ったのかな。だが、その夜に事故は起きてしまった。奥さんは一度帰宅して旦那さんと夕食を食べ、午後10時頃に落とし穴のある海岸へと向かった。え、その間って落とし穴は放置、何も知らないでその海岸に来た人がハマっちゃったら危ないんじゃない。いや、一応友人たちが近くで待機していたそうだ。旦那さんが落とし穴に落ちたタイミングで出てきて、クラッカーなどでお祝いするためにな。あ、なるほどね。ともあれ、午後10時の海岸には人気も明かりもなく、さらには事故当時がちょうど新月だったこともあって、いつもよりもさらに暗い状態だった。海水浴場があった頃なら、また違ったのかもしれないけどね。さて、奥さんが旦那さんを連れて、落とし穴のところまでやってきたが、ここで小さなハプニングが発生する。おっと。実は、ブルーシートが思いのほか、しっかりと蓋の役割を果たしてしまってな。落とし穴の上あたりまで差し掛かっても、簡単には穴に落ちなかったんだよ。あらら。まあ素人が作った落とし穴だし、その辺のさじ加減とかは難しいよね。さらに足元が暗かったこともあってか、二人はブルーシートに足を取られてしまった。そしてなんと、落とし穴の上でグダグダしているうちに、頭から逆さまに落下して、上半身が砂で埋まってしまったんだ。そんなことになる。ただでさえ転んで体勢が不安定になったまま、真っ逆さまの落下で頭から突っ込んだ。それに加えて、ブルーシートにかけられていた砂が降り積もったのに加えて、落とし穴の側面の砂も崩れてきたことで、体まで埋まってしまったということだろう。でも、それってかなりヤバいんじゃ。そうだな、こうなると自力で砂の上に這い上がるのがなかなか難しい。落とし穴に頭から落ちた、と客観視できればまた違うだろうが、思わぬ事態にパニックになって、何が起きたのかもわからなかっただろう。しかも、海の砂ってのは手触りこそサラサラしているかもしれないが、意外と重いからな。ビーチで砂に埋まったことのある人とかはわかるかもしれないけど、本当に重くて硬いんだよね。さて、これに驚いたのは、
待機していた友人たちだった。一番驚いたのは、何も知らずに落とし穴に落とされた旦那さんだっただろうけどね。当初こそサプライズのつもりで待機していたが、穴の中に上半身だけ埋もれたまま身動きの取れない二人を発見して、状況は一変。すぐに二人を救出しようとするも、戦術の通り、ビーチの砂はサラサラしているのに重い。しかも、深さ2メートル以上の落とし穴の底だもんね。これは、救助するにも一苦労だよ。さらに悪いことに、二人の体には蓋の代わりにしていたブルーシートが絡みついていた。これも、救助を難しくした要因だったとのことだ。自力での救助が難しい、と判断した友人たちは、落とし穴に落ちた45分後に119番に通報。いや、申し訳ないけど、これはもう遅いでしょ。自分たちじゃ無理だ、と判断した時点で呼んであげないと。さらに、二人の体が穴から引き上げられたのは、レスキュー隊が到着してから1時間後のことだった。二人はすぐに病院に搬送されたものの、窒息が原因で亡くなっていた。いやぁ、でもこれはなんというか、迂闊な事故ではあるんだけど、誕生日のお祝いのサプライズプレゼントだったと考えると、なかなか厳しい言葉はかけにくいというか、盛大にお祝いしてあげたい、という気持ちそれ自体は、何も悪いものじゃない。ただ、物事のリスクを考えたり、事前に察知する能力ってのは必要だよな。そもそも考えてほしいのが、深さ 2.5 メートルの落とし穴に落ちたら人間はどうなるのか、ってことだ。2.5 メートルの穴に落ちたら、まず、絶対に自力では出られないよな。あ、確かに。登ろうとしても、周りはサラサラした砂だもんね。そしてそれ以上に、怪我の危険は絶対にある。砂が柔らかいと言っても、アスファルトや土よりは柔らかい、というだけで、普通に足をくじいたりはするからな。それどころか、うまく着地できずに転んじゃう可能性だってあるよね。でも、一応それについては、マットレスを敷いていたって話があったけど。だからまあ、安全に配慮しようとはしていたんだろう。ただ、それが十分ではなかったってことだ。テレビのバラエティ番組とかでも、よく落とし穴に落とすドッキリとかあるけどさ。あれって実は、安全対策めちゃくちゃ気をつけてるんだよね。そうだな、仮にも事務所に所属しているタレントさんを落とすわけだからな。緩衝材や深さ、いざという時にすぐに救助ができるような体制も整えていることだろう。それを、面白そうだからって、素人が迂闊に真似しちゃいけないってことか。さて、今回の事故を受けて、亡くなった奥さんとその6名の友人が、重過失致死、及び海岸法違反、の疑いで書類送検された。奥さんはすでに亡くなっているので、被疑者死亡のままだったけどな。死なせるつもりじゃないけど死なせちゃったってので、重過失致死、ってのはなんとなくわかるけど、海岸法違反ってのもあるんだね。砂浜に勝手に落とし穴を掘るな、ってことかな。ああ、どうやら、無許可で海岸の土地を 1.5 メートル以上掘ると違法、らしいぜ。まあ、これについては結局、奥さんも友人たちも不起訴処分となっているんだが、今回の事故を受けて納得がいかなかったのは、亡くなった新婚夫婦のうち、旦那さんのご両親だった。ああ、そりゃそうだよな。数時間もかけて深さ2メートル以上の穴を掘ったのなら、それに落ちたら死んでしまう可能性があることだってわかるだろう。って話だ。まあ、どれだけ喜んでもらうための計画だったとしても、そう言われたらグーの根も出ないね。こうして、ご両親は友人6人と、亡くなった奥さんのご両親に対して、9100万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしたんだ。結果、亡くなった旦那さん自身にも穴があるとわかっていながら空気を読んで落ちようとした、ということで、過失は重体ゼロではないという結論になった。そんな悲しいバラエティ魂ある。その後、2015年には和解が成立している。まあ、誰にとっても納得のいかない結末になってしまったことは間違いないだろうな。何度も言うけど、お誕生日のサプライズプレゼントってのは素敵なんだけどね。サプライズされる側にとっては本当にびっくりだし、とっさの判断とかできないからね。みんながサプライズをやるときは、それが本当に安全なのか、事故につながる可能性がないのか、冷静に考えた上で実施しような。というわけで、今回の動画はこの辺で。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。